利尻島最後の夜を過ごした大磯パーキングからは礼文島がよく見えました。利尻島に来るときはね、大荒れの海だったんで船酔いの予防のために朝食抜いたんですけど、もう今回は実に穏やかな海でした。さよなら利尻。タコしゃぶ定食は薄くスライスしたタコを湯しゃぶしてポン酢で食べます。昼食後ね、稚内港から自転車旅を出発。稚内駅によって、最北の鉄道の終着駅を確認しました。かつてはここからさらにサハリンへ連絡船が通っていたんですね。宗谷岬までは30キロ少々。強風の追い風で楽にスピードが出ます。日本最北のコンビニで補給して、宗谷岬に到着。ここが日本最北端です。宗谷岬からは左にオホーツク海を見ながら進みます。猿払に入るともう数キロにわたって海岸に釣り竿が並んでね、点々とテントが張ってあります。秋アジ、つまり鮭を釣っているのだそうです。猿払の道の駅にある湯に入り寝る支度をしていると、いつの間にかにゃんこのニモが脱走、行方不明です。朝、車のフロントガラスににゃんこの足跡が残っていました。何回もね、広大な道の駅とかその周りを探したり車の近くで待ったりしたんですが、全く気配がありません。どこかでじっとしてるんでしょうか、それとも遠くに行ってしまったんでしょうか。朝まで帰ってこなかったらもう無理かな。暗くなって道の駅が静かになったのを見計らったように、行方不明になっていたにゃんこが姿を現しました。にも失踪事件は24時間で一件落着。